昨日の嵐すごかったな。苦労して建てた採石場がもうめちゃくちゃ。ダリアさんが帰ってくる前に直さないと。いや、起きたの？あの嵐の中でぐっすり眠れるなんてすごいね。あ、そうだ、ダリアさんがね、朝出かけるときに夕飯で使う特別な香辛料を探してくるって言ってたんだ。僕たちも頑張らないとね。ダリアさんが戻る前に採石場を元通りにしよう。あれ？なんで僕のこと見てるの？え？どうすればいいかわからない？また教えなきゃいけないの？しっかりしてよね。はあ、まあいいよ。もう一度言うね。建物を建てる前に、まず必要な材料を用意するんだ。ホームアイランドにある軽風木って原木が採石場の修復に必要なものだよ。ほら、目の前にあるこの木を切り倒せば、軽風木が手に入るんだ。でもね、切り倒せるのは低くて小さい木だけ。木を切るには伐採斧が必要なんだよ。採集ツールの伐採斧がないと原木を採集するのは無理なんだ。君、伐採斧を持ってるでしょ？それで、伐採斧を使えば木を切れるよ。やったね。僕の指導のおかげで採集した軽風木を見せて。作業台、これだけの軽風、伐採斧が壊れ、しょうがないな。あた、これ作業台って、必要な材料を使えば作業台で、さっき採集した軽風木とここに、道具にはそれぞれの耐久度があって、使いすぎると壊れるからまた作り直さなきゃいけないんだ。採石場の修復の話に戻るけど、
軽風木の他にも必要な材、この石を掘ると風ざらしの砂岩が手に入るよ。木を切るときみたいに石の採集には新しい採集ツール、君が持ってるそのツルハシで必要な量の風さらしの砂、あと軽風木の量もまだ足りないから忘れずにね。さあ斧を作ろう。ツルハシを使えば岩石を発掘できるよ。いい。軽風木と風さらしの砂岩が、建物を建てるときはブロックシャベルと必要な材料を使うと建物の、さあこの採石場専用のブロックシャベル、早くついてきて。ダリアさんが戻ってくるから、ちょっとちょっと、もっと喜んで、僕にダリアさんのような家族がいたら、かん、ここがダリアさんが戻ってくる砂浜。ああ、もうまた邪魔な結晶ガニが湧いてる。ほら武器を装備して砂浜を きれいにしてダリアさんを迎え入れよう。私、お隣の島に特別な香辛料を借りに。あれ、私誰かに見られてるような。いいか考えてたんだ。今日の香辛料はトゲトゲリクガメの肉と、ねえ、リクガメの肉を取ってきてくれない？この島の北の方にトゲ、私たち3人分だから、リクガメの肉が3つあれば十分ね。おお、リクガメの肉を取るには、あた、ほら、僕のご先祖様が使ってた皮むきナイフを
それにしても僕のご先祖様って皮むきナイフで。まだまだ続くよ。リクガメの肉に美味しい果物を合わせたらもっと美味しい料理になるんだから。こういう低い木からは島低木から収穫するには、はい、このカマをあげる。俺様は見えない、誰にも見えない。なんかすごく怒ってる。炎を消したからなのかな。ダリアさん、こいつすごく怪しい。グーグー、ティマンは私たちのホームアイランドで危険な目に遭ったのよ。でも、はい、これで決定。